彼の名前はルナヤマト。彼は大都市に住んでいます。普通の人です。彼の会社のために仕事を集中します。彼は人生を本当に楽しんでいます。お金をもらうこと、友達と遊ぶこと、そして別室の楽しい仕事をします。けど空っぽに感じる。彼はさまよう幽霊になった。突然大きな別荘の前で立ち止まった。その大きな別荘がすごく気になるから、彼はその別荘に入る。うわあ、お前たち、俺を見える？もちろん。あなたは何ですか？なぜここにいるの？じゃあ、あなたは死んでいるとさまよう幽霊になった？そして、この別荘に興味があるなんですね。あ、オレセバル。ごめんごめん。じゃあ、あなたは住む場所がないから、僕たちと一緒にここにいたいか？僕、クロージー。はいはい、まだ空いている部屋がありますからね。え、ほんと？ただですか？金がないけど。へいへいへい、もちろんただではない。じゃあ、へへへってどういう意味なんだよ。さっき言ったでしょ、金がないって。そして俺は幽霊なんだよ。大丈夫。まず僕たちと一緒にいてください。ストリーミングはどうですか？いかがだと思う？ストリーミング？でも俺は幽霊だ。みんな俺を見えない。でも今僕たちはあなたを見ることができますよ。他のみんなも同じでしょ？それは俺の魔法のせいだからよ。じゃあルナ、俺たちと一緒にここにいたいか？そしてストリーミングをする。
たくさんの友達に会うことができますよ。たくさんの友達？じゃあ、お言葉に甘えて OK です。せやと、クロージ。ありがとうございます。